ートしました。好スタート15番の道宗が切りました。間から11番のセッション、それから内を通って4番のプードジボンですが、外からドルチェマンも上がっていって、先行争いは11番のセッションが先頭に立っていきましたが、外から16番のドルチェモアが譲らない。ドルチェモア先頭、11番セッション2番手、4番のトゥードジモン3番手から2番手、外を通って15番ドーブネ、その後ろに9番のセルバーグは今日は5番手から6番手になりました。インコースを通って5番ダノンタッチダウン、あとは17番のクリーンファクチが続いて外回り3コーナーを目指していきます。内からは2番のコレピキトールが中段のインコース、その外を通って8番のサバ、それから12番のビューティフルデイが中段を進みます。前は16番のドルチモアが飛ばしています。後方グループは外外を通って18番のアベラーレ中段の外目、それから内を通って名称新竹800って坂を下っていきますアルナシーム、その外からは7番のタイムトゥーケビンが続いて、6番のシャイニーロックは後方から4投目、内10番アンドバラナウト坂を下りながら外を通って13番マテンローリオン600切りました。最後方から3番のル・プリフォールです。4コーナーのカーブ、前は飛ばす16番ドルチモア、オバシンのリード、2番手11番のセッションで4コーナーから直線コース、3番手から4番のトゥードジボンが前を追ってくる、その後ろダノンタッチダウン、外を通って追い込んできた15番ドーブネ、17番のクリーンファクシ、1番外からは18番のアベラーレ、内を狙って2番のコレピチトール、さあ今度は200を切って先頭11番のセッションに4番のトゥードジボン、外から8枠の2頭17番クリーンファクシ、アベラーレ、内からはコレピチトール、